J1 ビバカターレ。行こうよ J1 ビバカターレ。このコーナーはナイン自動車の提供でお送りします。まずは昨日の結果からです。カターレ富山は昨日県総合運動公園陸上競技場で12位のアビスパ福岡に1対2で逆転負けし2連敗となりました。通算成績は3勝6分け25敗勝ち点15で最下位です。富山は前半素早い攻守の切り替えで相手ゴールに迫り、20分にコーナーキックのこぼれ球をディフェンダーの秋元選手が押し込んで先制します。しかしその後福岡にボールを支配されて防戦一方。後半15分36分にいずれもセットプレーの流れで失点し、リードを守りきることができませんでした。今日はスタジオに9月に富山カターレ富山に復帰しました森泰二郎選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の試合はどちらで見ておられましたか？スタンドで見てました。いかがでした？先制したんで勝てるかなと思ったんですけど、ですよね、はい、前半いい感じでしたよ ね、 そうですね。あの得点シーンなんですけど、コーナーキック で、はい、で池畑選手があのひっくり返ってオーバーヒットでゴールを狙いますよね、はい、あれって最初から予定通りだったんですかね？いや、そういう風な感じではなかったですけど、いいところに来たからもうオーバーヘッドで狙っちゃおうみたいな感じだったんですかね。そうですね。ね、それが、まあ、あの、ゴールキーパーが弾いて、こぼれ球を秋元選手が押し込んだっていう形で、はい、いやー、気持ちが良かったですよね。そうですね。いや、もう前半終わったところでいけるんじゃないかなっていう手応えはどうでした？まあ、かなりありました。ですよね、はい。選手の皆さんもあったんじゃないかと思います。本当ね、12位のアビスパ福岡に負けてなかったですもんね。はい、さあここからは森選手にいろいろお話を伺っていきたいと思いますが、1991年12月生まれということは今おいくつなんですかね？今22歳です。サッカー歴、富山北 FC、 富山第一高校、カターレ富山、佐川印刷京都に期限付き移籍されまして、9月にカターレ富山に復帰しました。で、富山北 FC では大崎純也選手と共にプレーをして、2003年の全日本少年サッカー大会で準優勝されました。この時のこと私も今でも覚えてます、はい、すっごい盛り上がりでしたよね、富山ね。そうですね、はい、いやー、この時どうでした？実際にプレーしてて。そうですね、うん、この時はもう大崎にがもう大暴れで、もう彼に連れてっても、もらったって感じですね。いやいや、あのスポーツ担当の木下アナウンサーにちょっと話聞いたんですけど、はい、もう選手のみんな困った時は泰二郎を見てたみたいな、そんな選手だったっていう風に森さんのことを言ってましたよ。いやもう困ったら大崎っす。いやもう頼りになる、なんか要のような存在だったんじゃないかと思うんですけど、サッカーを始められたのはいくつの時なんですか？本格的に始めたのは小学3年です。おー、きっかけは何だったんですか？きっかけは兄がやってて、うん、へー、その影響で始めました。じゃあ本格的にっていうことはもう本当にちっちゃい頃からボールは触ってたんですね。そうですね、はい。へー、で富山第一高校に行かれます。富山第一高校と言いますと今年の1月全国制覇をされましたが、はい、この時は見てました？国立に行きました。いやもう興奮したんじゃないですか、はい、もう泣きそうになりました。泣いてたんじゃないです？もうほとんど泣いてました。あ、本当ですか、はい、監督といろんな話とかされたりしたんですかね？どうなんですかね？しましたね、はい。どんな話されたんですか？まあ裏話だったり、うーん、まあいろいろ聞きました。あ、本当ですか。いや後輩たちがね全国制覇っていうのは先輩としてもね誇りですよね。そうですね、嬉しいですね。でカターレ富山ということなんですけれども、9月に復帰してどうですか、はい、久しぶりの富山は、はい、やっぱいいですね。いいですか、はい、何が一番いいですかね。まあ、自然が豊かで過ごしやすいというか、生まれ育ったところですもんね。そうですね、はい、こう休みの日とかはなんかプライベートで行くとことか食べに行くとことかってあります？
いや、あんまり結構ゆっくりするのが多いですかね。家で体を休めて、はい、その時はなんかテレビ見たりとかビデオ見たりとか。そうですね、録画したテレビとかを貯めて見る感じです、うん、そうなんだ、はい、何がお気に入りなんですかね。お気に入り、深夜のバラエティ番組とか結構。あ、そうなんだ、はい、じゃあお笑いタレントさんでいうと誰が好きなんですか。誰、うん、藤原とか。ああ、はい、なるほどね。で笑って、そうですね、ストレスも発散し、はい、また活力にされてらっしゃるんですね、はい、さあ、今度は10月4日になります。土曜日です。ギラマンツ北九州なんですが、もちろんピッチに立ちたいですよね。立ちたいですね。うーん、ギラマンツ北九州どうですかね。ポイントは何になってきそうですかね。まあ、上位なんですけど、まあ、前回セットプレーでやられてるんで、はい、まあ、そういう一瞬の隙をなくすことで、うん、まあ、勝つチャンスはあるかなと思います、ね、今回もセットプレーで1回はこう、ゴールキーパーがこう触るか触らないかぐらいのすごい瀬戸際でしたよね、はい、ああいうのって本当運じゃないですか。そうじゃないんですかね。やっぱ技術なんですか。そうですね、まあ、そういうところが勝敗を分けるので、ね、一番大事だなと思います。選手の皆さんはどうですかね。今どんな雰囲気ですかね。まあ、もう次に切り替えてやるしかないなっていう雰囲気、気持ちでやってます、ね、森さんはあのピッチに立ったらどんなプレーしたいなっていうのは、売りは何でしょう。売りはパスで、うん、まあ、得点につながるパスだったり、はい、そういうのを出したらいいなと思います、ね、久しぶりの富山なんで、ファンの方にメッセージがあったらぜひお願いできませんか。はい、まあ、残り少ないですけど、もう全力で選手をやるので、熱い声援をよろしくお願いします。ぜひお願いします。次節は10月4日の土曜日、キックオフは6時です。会場はアウェーになりまして、北九州市になります。皆さん、ギラバンツ北九州の戦い、富山から声援を、熱い声援をお願いします。さあ、このコーナーでは選手やスタッフへの質問、応援メッセージをメール、ファックスでお待ちしています。ファックスは076-441-0003 番、メールはスタジオさん @knb.ne.jp です。カタール富山の情報はホームページにもアップされています。Facebook、Twitter には公式ホームページもありますので、ぜひご覧ください。では最後に、いつもの合言葉をいきます。行こうよ J1 と私が言いますので、ビバカターレと元気よくお願いします、はいはい、では参りましょう。行こうよ J1、 ビバカターレ。今日はカターレ富山の森選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。